ということで、コストコのこちら、でね、ロティサリーチキンをさばいていく。伝授。元シェフが伝授します。さば、はい、きましょう。オッケー。レッツクッキング。まずね、なんかおるね。そばにおるね。そう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 。まずね、こういったもん。アップします。そうっすね。紐はもう全部取ってください。はい。もうこういうところで全部外して。女子がいます。これはね、狙ってるだけなんですよね。もう言うて。ああ、なんかお肉飛んできた。お肉飛んできたね。うん。よし。よしこ。はい、まずこっちにしまーす。はい。まずね、大きなところからこう切っていきます。足から。足から。で、こういうところはもう全部関節落としていきます。関節を、そう、こうやって。ほい、ちょがり。簡単でしょ。これに沿って、そう。まずここから沿ってね。こういうふうに。ここだけ映せばいい。そって、そう筋をね、うん、切ってください。よいしょ。で、胸ですね。胸はまず1本こう入れます。スーッと入れます。スーッと入れますね。で、手でそこ手なの。手で一気にこうって剥げるとすごく簡単に取れちゃうんですよね。まずでここ真ん中にあれがあるんで、そこから何がこうあの髄があるんで、そこからぐるっと剥がしてください。そうこの辺はもう大雑把でいいです。じゃじゃんと。あとは剥ぎ取る作業ですね。何部位ぐらいになるんですか。まあ一応鶏は一応9ピースとは言われてるんですけど、はい、あとも剥ぎ取っていきましょう。そうですね。これちっちゃい部位はあのこういうので。あなたの好きな部位はどこですか。あなたの好きな部位は何何、はい、あなたの好きな部位はどこですか。チリチキン。いいね。燃えられた。弱い。もうお肉の匂いに匂いがやっぱ立つからね。しょうがないですよね。もうこの気が狂ってますね。これもしゃぶりついてください、はい、でね、あのやっぱこういうのはもうあとはもうはつりの部分なんで、こう肉をこさえて、まあ、これまあサラダとかに入れて食べても美味しいんで、ぜひぜひこういうのは、これはまあ、違うのにしとこうか、こっちは。足、センター、手羽、そぐ。これもいいですね。大きな部位取りはもう以上かな。あとはまあ、こういうところに、そうそう、あの、背骨のところとか、そう、最後まで綺麗に食べれるんで、そうそう。もっと言ったら、この骨の周り、炊いてね、炊いて、柄取りとかにもできるんで、うん、ぜひぜひ。はい、ということで完成。こちらです、だねもういろんな部位にね、取り分けてます。もういろんなね、味わいがあって、ももはももでものすごいね、味が深いし。こんにちは。こんにちは。胸は、ちょっと言わせて。胸は胸でね、ものすごいさっぱりしてる中でね、じゃあ味わいがあって、いろいろな部位の味わいがあります。あとこちらがもうあの方便だけになってます。綺麗なだね。そう、あとはこちら、ハツリの部分をね、綺麗にこさえたやつ。これはもうサラダとかにやったらバッチリです。ちょっと叩いてやってね。はい、手な具合で、まあ本当に関節をどんどん外していって、うん、あとまあ胸はもうそのまま開いてボンボンと部位取って、あと後ろはもうハツってね、こういう風にクズになりますけど、まあサラダで食べてみてはいかがでしょうか。ぜひね、どうさばいていいかわかんない人もこれ見てね、結構多いと思うよ。買ってみようかなってなったら、ね、めちゃくちゃ安いと思う。699やけん、この700円ぐらいでね、うちはまるっと食べれるんけどね、うん、行列できるしね、毎回行ったらね、ぜひぜひ皆さん食べてみてください。参考になれれば。
以上、元シェフが捌く動画でした。またね、バイバイ。かっこつけ。